まちゃん、こんにちは。こんにちは。太平洋クラブ成田コースの13番ホールやっていきたいと思います。はい、極寒の13番ホールです。はい、もう3月も中旬になろうかと、いうところなんですが、はい、強風、なんでこんな寒いんですか。ちょっとマイクの集音を、かなり下げておりますので音がちっちゃくなっている可能性があります。お願いします。お願いします。軽くいきたいと思います。アゲンストなんで。はいはい。ちょい右、右のラフで、あの右の林に行ったらやることは一つですね。高さを揃えること。高さを揃えて、さあちょっとここは、スプーンで、はい、直置きで打ちたいと思います。右かかとを見る。よし、お願いします。お願いします。ど、まっすぐ完璧ですね。完璧。もう一球いいですか、練習。はい。やっぱりこの間回転式師匠に教えてもらったかかとを見るがかなり来てます。来てます。で、最近見れてます。見れてるんですか。見れてます。言ってるように見えるかもしれないけど見えてます。見えてるんですよ、一瞬。本当ですか。はい。で、見ると球が捕まります。こうなるんで。はい。押し出されてるんですね。押し出されてます。ここぞとばかりに。まっちゃん、まっちゃん見る裏回転式。まあ明日ね、はい、師匠と会いますから。はい。で、裏回転式をしっかり教えてもらいましょう。こんな感じですね。師匠と兄弟子いますから。兄弟子より先行っちゃってるかもしれないですよ。ああ、僕の方がですね。はい、いやでも兄弟子はもう合宿まで行ってますからね。はい、確かにそうですね。じゃあもう一球、僕もじゃあ右足を、右足の裏を見る。よいしょー。おお、どう、押し出されたね今、クラブが。出されてました。いや、まあ内緒としたから言っただけなんだけど。なんて先輩なんですか。はい。え、いやでもかなり、いやちょっとでもね、今使ってるスプーンが、はい、7TX じゃないですか。はい。硬いですか。球が上がんねえっす。いや、あと10度上がれば大丈夫かな。だって元々使ってたわけですからね、昔ね。はい。いやもう寒くて球が。でもね、ニューベンタス、はい、ニューベンタスね、かなりいいっすね。おー、多分ニューベンタスでいくと思います。あ、そうか、試合で使ったんですもんね。試合で使ったんですけど、はい、いい感じでした。まあ、ただね、気温が7度、雨でちょうどよかったんで、はい、上がりすぎる可能性もあります。あ、まあ20度になったら。そうです。で、もう一本あるじゃないですか。はい。あ、でもまあそうだな、わかんないけど、まあ、先端をちょっとちょん切ってスピンを抑えるとか。硬いよな。いやー、硬いっすよ。ですよね。まあだからもう一本は今度ね、今注文してある3番ウッドにニューベンタスを入れようかと思ってるんですが、はい、まあちょっとその三菱のシャフトもスプーンに入れたいシャフトがあるんで、まあそこがちょっとこう、まあでもあのいつもね大変よくしていただいてる藤倉さん、いつもねショートメッセージでのやり取りだったんですけど、はい、ついにこの間 LINE 交換したんで。さっき LINE で抹茶のシャフト等届いたんでね。ありがとうございます。うちのトッパーマにも、はい、ちょっとあれだったんで、
お礼の連絡をしたら、はい、また何かあった時は相談してくださいって言ったんですぐ連絡しようかなと。いやこの間ですね、連絡先交換した、あの時ですよね。あの時 LINE 交換したんでもう何年の付き合いなんだと。はい、もともとは多分ねメールでのやり取り、あ、まあ G メールでの、あその名刺をいただいたことがあったんで、はい、あの昔ロイヤルでチャレンジ出た時、僕が感染してた時ですね。そうそう、あの時にフジクラのツアー担当の方と挨拶させていただいて、はい、あの時にフジクラのエボアン、はい、青のやつ、はい、あれを2本いただいたんですよ。おお、かなり、だからもうあれからですよ、何年だろうね、あれ分かんないけど時から、まあいろいろシャフト送っていただいたりとしております。大変お世話になります。さあ7番やん8番やんす8番やん、あの木は当てない。いや8番やんで当てない相当むずいっすねでは真ん中ぐらい通ってったかな、あの時ちょっと今日はねあんまり無理しないように背中痛めたりしてるんで、はい、で8番やんで当たったら怒ります。左に打ちたいと思いますかなりずるしようって、あー上手くなってる、やっぱりやっぱりいいよ、やればできるのにね。いや、やっぱりあれエンタメ、あれはあのあとさ、あの動画さ、はい、マジでさカットした部分あったもんね俺の言い過ぎてお前みたいないや普段のやつ出ましたよカメラ持ってんの忘れてましたよあれマジ、あれえ俺のスプーンあれだよねえこれまさか、え、ま、俺だよねこれね。いやこれ僕っすよえ、あのえ、俺じゃない、いやだってスリクソンっすねこれ俺の20ヤード後ろっすね、俺のスプーンの。マジっすか、4鉄っすね。4鉄、よかったら僕の4鉄もありますから。はい、僕の4鉄もありますから。いらないっすこれで十分大丈夫ですか。いや、トラビルをね送っていただいたんでね。はい、はい、すみません、はい、でトラビルのアイアン、トラビルのシャフトを、まあ、あるアイアンに入れようかと、はい、いうことですね。まあ、ちょっとその新しいアイアンは今後ちょっと動画に物議を醸し出したアイアンです。はい、出てくると思うのでまたお楽しみに。はい、はい、じゃあ4番アイアンでちょっと低い球でいきたいと思います。10センチから出前ダフったから低い球になったね。はい、やりすぎましたちょっとできないことやりすぎないあんま無理しないようにね、体が悲鳴を入れてますから。いや今軽くちょんと、あ、そうだったんですか。はい、打ったんですけど、最近その、はい、動画でこう軽く打つって言って軽く打つじゃないですか。はい、なんですけど動画を見ると結構振ってるんですよね。いい感じにね、いい感じにスピードが出てますよね。そう思うと普段なんか余計なところに力が入ってるんですかね。力が入ってる、力を入れてるっていう自分がいるじゃないですか。まあそうですよね、単純に無駄な動きをしちゃってるのかなっていうもっと本来入れなきゃいけないところに力が入ってないのかなって。ああ、そういうことですね。はい、これ何ヤード155 157。おお、すげえ。あ、僕が今2歩後ろにいますからねさあ5番アイアンで、2歩後ろにいたらおかしいです5番アイアンですか、まあ、5番アイアンです。はい、まあ本来なら6番アイアンぐらいかなっていう感じなんだけど、7番じゃ届かないしね、今日持ってきてるね。さすがに大きいか、センターか。番手が上がるとその球質が変わるから難しいですね。そうだね。じゃあ7番で打ってみます。はい、7番だと右からフックなんですか。いや、ここはあんまり余計なことをせずにですね、
違いを見せたかったんですよ。7番で打つと約20ヤードちょっとショート、はい、5番で打つと20ヤードオーバーと、はい、やらやっぱりそのスピン量とかね、まあ、ちょっと前回の動画でお話したと思うんですけど、はい、やっぱ大きい番手持って軽く打った時の方がやっぱり風にも流されづらいし、だから今のはまあ6番が正解だったと思うんですけど、はい、6番だとまだ吹けてたかもしれないね。あ、もしかしその可能性あるよね。あ、これ難しいのがその番手を上げた時は、はい、まあ、変なこう押さえる動きは、うん、いらないってことです。いらないよね。玉質で勝手にこう強くなるんで、ロフトがね立つからね。そうです、ね、ショートアイアンの方がやっぱ風の日は難しいけど、はい、まあとにかく風の日はやっぱりねゴルフがすごく難しくて、昔ダレン・クラークがね成田コースに来た時あったんですけど、はい、クラブ置いてあったんですよ、はい、研修生だったんですけど、はい、ヨーロッピアンじゃないですか、はい、風の中強いねダレン・クラーク、はい、勝手にクラブ触ったんですよまあまああるあるですね。あるあるじゃないですか。あ、これ僕ですか。はい、グリップも激太で、はい、クラブも重くて、だからもうとにかくだから多分低い球を打つ仕様なのかなって思いました。52でいきます。ありがとうございます。押し出される。58で、これめあのですね、砲台なんで高さ揃えていきたいと思います。そうそう、高さ揃えて打ちましょう。はい、イージーです。まあまあとにかく副回転が強いです。あ、高さ全然揃ってなかったっす。いや、みんなあるよねそういうのね。これ60度なんで。お、これも60度っすか。60度っすね。難しいですね。あれ入れて終わりましょう。今日はこのホールで終わりですか。今日これで終わりですね。いやかなりの強風なんで。すごい風ですね今日これも。はい、ドライバーの飛距離が30ヤードは落ちてますね。30ヤード落ちますね。気温7度。俺のピッチマークどこ行った。マッコさん上の段キャリーしてましたよ。この辺だったような気がしたけどね。この辺にキャリーしたんですけど、これかな。硬いもんね。硬いんで分かんないですね。あ、これかな。あ、これはへこんでるね。さあ2パットで上がったら終わりにしましょう。いや、このフォローの下り難しいですね、はい、でも僕18年いるんでここに19からいるんで。フォロー OK。 まずい。フォロー。おー、ナイスです。あ、なんかすごい純明な感じしませんか。え、目があるってえ、すごいなんか目があるとかって言いたいの。目はないんだよ。目ないですか。マコさんこれ左側ちょっと 見ると目はないよいやー、これ風でボール1個外して。あ、ナイスです。よし、全パーっすね。全パー。僕ボギーでしたさあ、まあ、そんな感じで、何も風で何言ったか分かんないですけど、はい、まあゆっくりゆっくり見ていただければいいんじゃないかな人のクラブは打たないようにってことですよ。そうですね、そこしか。俺も言いたいことはね、俺これ言うの焦った。エンドにします一旦。いや、もうこれは言って大丈夫。俺この間ね、もっとね、もっと再生数が周りその動画で言いたかったんだけど、一回とりあえず言っておきます。日本の教え間、はい、絶滅した方がいい。お、どうしたんですか。すごいいると。
はい、もうこの間一緒に回った人からワッホーさん撲滅させてくださいと、はい、マジあいつらキショイっすってえあの方っすか見てますかね絶対見てますよ、まあ、一回一緒に回ったんですけど、はい、マジあいつらキショイっすとか、はい、そのまあ一人ゴルフとかね行かれる方だったりもして、まあ、練習場とかでも、まあ、あの近くの練習場とか行ってるらしいんですけど、もう話しかけないでくださいって言ってるんだけど、はい、どうしてもまあその人まだ、まあ、でも割とゴルフ上手なんだけど、なんかやっぱりその練習場にいるジジイにっつってジジイになんかすごい喋りかけられるんですよと、はい、でなんかこうした方がいいとか、なんかこうここがこうだとか言われるっつって、もうマジ撲滅してほしいんですけどっつって、でもじゃあ練習場変えたらどうですかって言ったんですけど、まあでもやっぱそこしかないらしくて近くに、はい、でなんかやっぱそういう人やっぱ未だにいるらしくて、終わってんなと思って、わかんないけど大概そういう人ってさ、上手くないじゃんゴルフ知れてるじゃんまあまあまあそうですね、わかんない、昔上手かったかもしんないけど、もう人に教えるなんてどのレベルが言ってるのっていう感じじゃないですか、はい、しかもその練習場にいるおじさんで、しかも、もう話しかけないでくださいって言ってるのに会うたびなんかこう喋りかけられたりするっていう教え、まもうねこれで見てる人ってね、この多分ねそのいやマジそんないるいますよねって言ってる人多分いると思うんだけど、はい、教え間って自分で気づいてないからね多分だ、これこの動画を見ても自分が教え間だってことは気づいてないかもしれない。あでも練習場に行ってまあわかんない、その仲間同士でやってる分にはいいかもしれないですけど、なんかちょっと見かけ的になんかもうないつも来るから話しかけてさ、なんかこうなってるよとかってマジで言わない方がいいっすね。あれマジで終わってるね。あれを撲滅させてくださいって言われたんだけど、はい、ちょっと撲滅のさせ方が分かんなくてまあまだ言うこうやって発信することですよねまあまあそうっすね。だから自覚でも自覚がないからね、そういう人たちってね、よかれと思って言ってるからねいや100%だから誰かが本人にちょっと待って今さちょっと俺え、なんすか